まあ、全部かけてこれ。どうも皆さん、リュウです。ということで、私ですね、今回は思考シリーズなんで、なぜか3本目っていう思考シリーズを3本目に持ってきちゃいけないって言ってたんで、まあ、ただですね、今回はですね、思考シリーズの中でも、まあ、かなり家庭寄りの料理でございます。これもね、思考の焼きうどん。焼きうどんって皆さん食べますよね。でも焼きうどんって基本的に皆さんご家庭で食べるもんですよね。ということで、ご家庭で本当に美味しい焼きうどんを食べたい方に捧ぐ思考の焼きうどんでございます、これは。じゃあ何が思考かっていうと、もうね、タレが思考。なので、これからですね、思考の焼きうどん。やってきたいと思います。リュウジのバズレシピ。誰でも行きたいと思います。思考の焼きうどんなんで、うどんです。僕はね、冷凍うどんがすごく、あの、コシがあって好きなので、冷凍うどん使うんですけども、まあ別に茹でうどん使っても結構でございます。今回冷凍うどん、使います。で、豚こま肉が、大体 80g。こま肉でもいいし、豚バラでもいいし、ロース肉でも、まあ、お好きなお豚肉を使ってください。そしてキャベツがね、大体ね 100g ぐらいで、人参が 30g、 長ネギが、3分の1本、大体30から 40g ぐらいですね。あとね、調味料がやるのがねありますので、よろしくお願いします。ということで、至高の、焼きうどん、まあ、今回ね、焼きうどんっていうのはやっぱり僕はね、家庭料理だと思ってるんですよ。家庭料理を作る上でね、やっぱりその家庭の味っていうのはすごく大事だと思いますので、僕の家庭の味っていうのを皆さんに披露させていただきたいと思います。はい。我が家の味でございます。僕の家庭の味のハイボールでございます。いただきたいと思います。いただきます。ああ、慣れ親しんだ味。ということで、慣れ親しんだ味を飲みながら焼きうどん。はい、それではね、お野菜を切っていきたいと思います。長ネギはね、こうやってこう斜め切りに、はい、そんなに薄切りにしなくていいです。ちょっとね、こうグッっぽく長ネギを使いたいんで、これぐらいね、1センチ幅ぐらいの斜め切りですね。人参はね、これね、半分に切ってください。で、皮付きでいいです。半分に切っていただいて、こういう薄切り、人参はね、薄切りの方がいいです。人参硬いからね、火の通りを良くするためにこういう薄切りにしてください。で、これがあるとね、甘みと、あと彩りにね、影響がありますんで、人参ね、少しでもね、入れていただくと、それっぽいと思います。で、このキャベツね、キャベツはね、ざく切りです。こうやって、あの、本当にちょっと一口大にこう、ザクザクっと切るような感じで、豚こま肉はね、包丁で切るのもあれなんで、塩コショウだけしときます。じゃあ塩コショウをしていきます。パラ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 、はい、オッケー。ということで、下ごしらえはこれで終了なので、この冷凍うどんを、まあ、大体4分ぐらいチンして解凍しておきます。で、これでフライパンもね、ちっちゃいのだとこう野菜結構かさありますんで、大きいのを用意してください。そしてですね、ここはね、ごま油とかではなくてサラダ油大さじ1杯、そして豚こま肉塩コショウしてありますんで、これもね、もうね、ちぎってるじゃん。こんな感じですね。軽く安いお肉使いましょう。はい、その方が家庭感が出るってもんです。野菜を入れていきます。火の通りにいく人参だよね。はい、人参を入れていきます。キャベツも入れちゃうもん。パスタ、そして炒めていきます。これはね、何が至高かっていうとね、もう本当にね、これタレに収録されてます。で、ここで長ネギも投入、はい、していきます。長ネギ入れるとね、甘みが出る。はい、入れていきます。そしてレンチンして温めたうどんですね、をペッ入れていきます。で、ここにですよ、あれを入れていきます。調味料ね、白だし小さじ1、白だしはね、ヤマキの使ってます。100cc あたり、塩分量 10% ですね。そして醤油が小さじ2です。はい、2です。はい、そしてオイスターソースです。小さじ2です。これね、醤油とオイスターソースとこの白だしのね、
この旨味のね、タンジュースと、はい、トリオがね、このトリオがうまいんですよ。でソース味でやる焼きうどんもあるんですけど、僕はね、こうやってお醤油とオイスターと白だしの味を絡めてですね、この焼きうどん本当に美味しいと思う。でここにお砂糖も入れます。小さじ半分。ちょっとね甘みが入った方がね全体がまとまるんでね、はい、で最後に粗挽き黒胡椒、これね結構入れちゃっていいです。もう僕は胡椒ジャンキーなんで胡椒入れとけば大体 OK だと。あーすっげーいい香り。でこれでうどん自体は終了しましたんで盛り付けていきたいと思います。うどんがこういう色になったら OK ですから。これねびっくりするほどうまいよ。お野菜はねたっぷりでございます。これはこんな感じですね。そしてですね、ここに紅生姜です。焼きうどんには紅生姜、そして鰹節。ここ一番のポイントです。皆さん、焼きうどんは鰹節が多ければ多いほどうまい。はい、なので少量パックの鰹節なんですけども、全部かけてこれね、これ全部かけてください。もうこれね、これね1袋 2.5g なんですけども、これ全部かけてください。もうこの鰹節がっつりかけたこの焼きうどん最高に美味しいんで。ということで鰹節踊る至高の焼きうどん完成でございます。はい、それでは食べていきたいと思います。食べます。あ、じゃあちょっといただきたいと思います。いただきます。うん、あ、そう、これ、これよ、皆さん、私はこれが食べたかったのだ。もうね、大げさにかけたこのね、鰹節、これがね、麺に絡まってね、めちゃめちゃ美味しいです。このさ、オイスターソースと醤油の相性ってさ、すっごいいいんですよね。で、これがね、太いね、このうどんに絡まるとね、マジでやばいんですよ、これ。これはちょっとマジうまなので、スターチャンス！いただきます。ありがとうございます。どうぞいただきます。うまっ。うまくない？なんか俺の味付けのイメージ的に、35年続いてるスナックのママが作る焼きうどん。いやめっちゃうまい。うまいでしょ。シネスナックのママがお客さんにさっと出すこの焼きうどん。昭和化が続くね、そうスナックが、うん、でお客さんが、ママ、俺はこれが食べたくてこれやってんだよっていうおじいちゃんね。架空のスナックなんですけどね、清美も言ってるんですよ。最後、カツオスパン清美って言ったそういうことで皆さん、ぜひ、スナック清美の味を体験してみてください。ここ一番のポイントです。皆さんこれ合言葉ですよ。皆さん復唱してください。焼きうどんは鰹節が絡まれば絡まるほど多い。ん？絡まるほど多い、うん、そりゃそうでしょ。焼きうどんは鰹節が多ければ多いほど多い。多いじゃねえ。ちょっと待って俺なんかちょっとおかしいわ今。グイじゃん。グイグイ。もう一回いきますよ。かつお節は焼きうどんはかつお節が多ければ多いほどうまいです。はい、やっと言えたわ。